小島のこと、むしゃむしゃの小島です。お正月といえば、ですが、福袋ということで、お年玉を軍資金に福袋を買ってきました。こちらです。じゃん、ヨドバシカメラ。朝からヨドバシカメラに行ってきたんですけど、結構ね、いろんなね、福袋というか福袋ボックスみたいなのがいっぱいあった中で、私が買ったのは文具の夢っていうのを買いました。なんかね、他のやつは全部もう高くて満単位だからちょっと手が出せなくて、こちらは2000円です。男性用、女性用、お子さんの男の子用、女の子用ってそれぞれ分かれてました。で、私が買ったのは女の子用の2000円の福袋です。これを開けてみます。中身ね、見せてくれたんですよ。だから、あ、いいなと思ってこれにしました。こちら、じゃじゃーん、はあ、見えますでしょうか。すみっこ暮らしがいっぱいなんですよ。すみっこ暮らしのもの本当にあんまり持ってなくて、今回はすみっこ暮らしに一目惚れしてこれにしました。で、開けてみたいと思います。何がちゃんと入ってるかは分かってないんですよね。なんかもう見るからに色味が可愛らしい感じです。で、一番最初にこの目に入ったのが、これペンケースかな、ペンポーチって書いてある。見て、キラキラ、ちょっと素材がね、よく見えないかもしれないんですけど、キラキララメってるんですよ。で、隅っこのいろんなメンバーがいます。結構ね、あっかーん、容量も大きめ。はい、中はピンク。これなんか何でも入ると思う。なんか筆箱として使ってもいいし、メイクポーチ入れたりしても良さそうな。メガネケースにはちょっと大きいかなって感じですかね。いっぱい、よいしょ。で、ちゃんと仕切りもあります。今時の子供たちはどういう筆箱使ってんだろう。しかも見てください、これ星、チャックの部分の取っ手が星です。これ可愛いポイントですね。はい、これだけでなんと1480円するやつだ。はい、じゃあ次はこれに入れるのに、消し丸、まとまるくんです。まとまるくん、消しゴムだ。はい、これも隅っこ、なんか匂いしそうな、あ、する、めっちゃいい匂い、美味しそうな匂いする。で、これが120円。しまして、次は、ちゃ、あ、これはシャーペンかな。あ、シャーペンだ。もう折れないって書いてある。折れにくいシャーペンってこと。これガードが出るんだって。芯折れの心配せずにずっと書き続けられるって、そんな高性能なシャーペン今時あるんだ。最近シャーペンよりもボールペンばっか使っちゃってるから。え、なんか、あ、すごい、結構頑丈に入ってる。あ、よいしょ。あ、どうして芯を守るってことなんだろう。ちょっとその辺にあった、ここに、あ、書きやすい。あ、どういうこと。あ、すげえこれ、ちょっと見て、このね、ペン先が強く押すとへっこむの見えますか。ほら、芯がへっこむ、芯折れないんだ。そんなシャーペン初めて使う。バネがね、いっぱい入ってる。うわ、これはなんかちょっといいシャーペン
手に入れた。はい、次は、あ、じゃ、突然のアリエルが出てきます。リトルマーメイドの書き方鉛筆。かわいい。やっぱ女の子の夢だもんね、アリエルって。多分。はい。このね、鉛筆なのに、パールっぽいっていうんですか、この光が。これね、ちっちゃい頃たまらなくこの素材好きだった気がする。これは多分勉強とかお絵かきしてても楽しいよね。アリエル鉛筆。いっぱい入ってる。B が12本入りです。じゃあ次。こちら。リトルマーメイドじゃなくて、これはマイメロです。マイメロの付箋。これ、ここから1枚ずつペッて取れる。ほら、ペッペッペッと。あ、そうすると反対側になるという仕組みです。考えますね、文具。で、これシャーペンでも書けるのかな？ちょっとね、ツルツルってした素材です。さっきのシャーペンで。あ、書ける！書けます。すごい。シャーペンでも書けるこの素材。しかもこれ磁石になってるから手帳とかに挟んどけばいつでも使えちゃう。持ち運びに便利なやつ。ほう、すごい。結構いいの入ってる。やっぱ文房具好きには本当に夢のバッグだった。ハッピーバッグ。続きましてが、はい。あ、また隅っこに戻ってきた。か、どんなとこや。あ、デコレーションシールっていうのかな。じゃあ、このようにちょっと色紙とかに一人ずつメッセージ書いて貼るとかに便利そうな、ちょっとしたプレゼントあげるときとか、名前確認も誰々みたいな、誰々よりとか、ちょっと書くように便利そうなシール。これは便利ですよ。しかも隅っこのね、いろんな柄があります。はい、続きまして、じゃん、ノート。ノートはいつでも使えるからね。まず柄が可愛い。白。中が、え？連絡帳って書いてある。え？時間割表とかついてます。懐かしい。やばい、連絡誰かにすることない。やっぱ小学生とか学生向きかも。だって誰にも連絡しないもん。だからなんか縦に使うとすれば、何月何日って自分のやることリストとかにすればいいのか。あ、先生院とか。いや、懐かしい。あ、じゃあ私の場合はやることリスト書いて、やったら先生のところにハンコ押すとか、そういう感じで使えばいいんだ。てか小学生にあげろよって感じもするけど。こういう感じで、連絡帳がこういう風に可愛いと書くのも楽しいし、お母さんとかに渡すのも楽しいかもしれない、連絡ノート。あ、最後です。最後になりました。最後はこちら、レターセット。すみっこ暮らしの、あ、なんか恐竜と一緒にいる。ちょ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 、大切な人へ届けたい。あ、大人のための上質な相手まで読める。はあ、でも書く人いない。でも可愛いですね、これ。レターセット。以上です。で、やっぱ問題なのは、どれぐらいお得だったかなんで、ちょっと全部計算してみたいと思います。ちょっと計算しとく。まず、レターセット180円。連絡ノート170円。デコレーションシール箱380円です。マイメロの付箋、どこに金額書いてあるの？あれ、ない、金額がないぞ。え、お、金額ない。え、不明。
ちょっと待って、本当に不明。どこに書いてある？あ、ちょっと待って、これよく見たら付箋15枚しか入ってなかったから、さっき無駄遣いしちゃったよ。大ショックやん。そしてこれ金額わかりません。リエルの鉛筆、これも金額書いてない。金額結構書いてないもんなんだ。不明。まとまるくん120円。シャーペン、シャーペン高かったな。あ、でも680円。あ、2000円超えました。ここで2000円超えた。元取った。ペンポーチ1480円。3510円。超えた。え、しかもね、3510円っていうのはマイメロの付箋とアリエルの鉛筆を入れてない金額です。安く見積もって、いや200円、300円ぐらいするよね。あれ600円プラスとして、想像ね、4000超えた。いや倍以上が入ってた。これ2000円で、これはかなりお得ですね。普通に買ったらだって4000円ぐらいしちゃう。うわ、やった。これはこういう嬉しいのがやっぱ福袋ですね。なんでちょっと私みたいに高い福袋は買えない人は、こういう文具の福袋、2000円でだいたい3000円から4000円ぐらいのものが入っている福袋だったので嬉しいということです。はい。よく両手で持てたよね。手大きいから。ということで最高の福袋をゲットできました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。最後まで見ていただきありがとうございました。